昨日夕方、白老町の白老港の岸壁で車が海に落ちたと釣りをしていた男性から警察に通報がありました。ダイバーが海中を捜索し、軽乗用車の中から白老町古城浜の福本英治さん78歳と妻の節子さん84歳が心肺停止の状態で見つかり、その後病院で死亡が確認されました。福本さんは事故の直前に釣り道具を置き、車を駐車しようとハンドルを何度も切り返しているのが目撃されています。警察は福本さんが運転操作を誤ったとみて調べを進めています。